皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。タイトル通り iPhone SE を買ったので、これを開けながらひたすらこう雑談をしていくという、そんな感じの動画でございます。別にその商品紹介とかそのレビューとかそういうわけではなく、ナチュラルにこれを開けながら、雑談をしていこうかと思います。もしお時間ありましたら、お酒とかジュースとか飲みながら、おやつを食べながらお付き合いいただけますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。 120% 雑談動画です。よろしくお願いします。いや、なんか久々に iPhone をなんかこう新品で買いましたね。これどっから開けんだろう。なんかまあ今までその iPhone 僕ずっと使ってましたけど、お、切れた。 iPhone ずっと使ってましたけれども、あ、すごいペリペリペリってこんな感じだ。使ってましたけども、まあそうだな、うわすげえな、シャレてんな、シャレとんしゃ、相変わらずシャレとんしゃ。ほんまこういうパッケージすごいよね。なんかこのワクワク感みたいに出るからね、かっこいいよね。なんか普通にね、いいなって感じになるよね。これは別にその、あ、もう切れてるんですね。もうこれはもう戻せません。もうこれはもう終了でございます。iPhone をずっと使い続けてるけども、新品で買ったの多分ね、iPhone4 とね、5だけなんですよ。で、それから僕、この中古で iPhone5S を買って、もうずっとこれを使い続けてるんですけども、このピンクゴールドなのになぜかこのね、このパネルはブラックっていうね、ちょっと修理したんですけどね、間違えてパーツ買っちゃってね、そのね、表がブラックなんですよ。これ謎な感じですよね。なぜこんな色っていうね、全然表と裏アトライアンだけっていう。まあ、こんな感じでございますよ。デザインドバイアップルインカリフォルニア。いやー、来ましたよ。ペペンペペンペン。なんだっけ、なんか iPhone8 と同じサイズなんでしたっけ。こんな感じでございますよ。すごいね。久々に新品 iPhone。ナチュラルに新品でございます。すごい綺麗。ペリペリペリと剥がすと。あ、そっか、後ろこれガラスになってるんだっけ。これ落とすといくやつだな。僕は基本的にこのケースは使わずに iPhone を使っているんですけども、これケース貼った方がいいような気がする。こんな感じでございますよ。ペリ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 っとね、ペリ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 、わざわざ音を聞かせるみたいな、こんな感じです。まあ当然ですけども、すっごい綺麗です。すっごい綺麗です。もう外の景色が映ってしまうぐらいに、隣のマンションのベランダが映ってしまうぐらいにとっても綺麗でございます。で、これを長押しするのかな。そうすると電源が入るのかな。入りましたね。アップルマークでございますよ。アップルマークで、なんかこうね、ようこそみたいなの出てくるんですよね。ここからね、なんかようこそ iPhone へみたいな感じの、そんな感じでございますよ。なんかさっきも言ったけどね、こっち、iPhone SE、これでございます。なんか汚ねえな。指紋がすげえ。SE これでございます。まあ、やっぱりそのね、そういう一回りでっかいんですよね。僕はこの SE のこのサイズを待ち望んでたんだけどね、もう出てこなかったね。大きくなっちゃったね。別にこのサイズ悪くはないんだけどな。こんにちは、ハローって言われてます。どうすればいいんだろう。ボタン押すのかな。日本語。国または地域を選択。日本言語設定中。まあこんな画面あったなって感じですよね。クイックスタートっつってなんかいろいろね出てくるんですよね。現在お使いの iPhone または iPad をこの iPhone に近づけるとサインおよび設定が実行できます。何？現在お使いの iPhone または iPad をこの iPhone に近づけるとサイン、あ、本当だ、すげえ。なんか来た。ちょっと見て見て。新しい iPhone 設定っつって。すごい、あ、まあ、僕のアップル ID が出ちゃってるけど、まあ、いっか、共有します、続ける、すげえ、接続中、あ、来てる来てる来てる、他の iPhone 待機中、新しい iPhone をカメラに向けてください、新しい iPhone をカメラに、このイメージを他の iPhone の枠内に入れてください、こういうことか。情報が転送されている間はこの iPhone、 新しい iPhone の近くに置いておいてください。他の iPhone のパスコードを入力。え、こんなんあるんだ。パスコード入力で iPhone 設定中、 iPhone のアクティビートには数分かかることがあります。え、こんな機能あるんだ、すごいな。でもこれ何を転送してるんだろう、何を転送してくれてるんだろう、どうなるんだろう。こんな感じなんですね、最近ね。全然新しい iPhone とか使ったかなとか、買ったのとか知らんかったわ。すげえな。転送しております。まあじゃあその間に、ちょっとこっちの中身の方を見てみましょうか。これは転送中でございます。まあ、コネクタ。まあこれはもうおなじみでございますね。これ何アンペアなんだろうな。高速充電とかできないのかな。こ
これはですね、240V、0.15、あ、1、アウトプット1アンペア。1アンペアだからちょっと増えてんのかな。なんか今までって 0.5 アンペアじゃなかったでしたっけ。ちょっとこれ間違った知識だったらごめん。ちょっと増えてるかもしれないです、容量が。まあ単純にバッテリーがね、多分ね、強くなってるからね、その分あれですよね。この、こっちのアンペアも大きくなったって感じですよね。で、まあ、こちらの、おなじみの Apple の、イヤホンですね。これ何気に音いいんだよね。すごいいいんだよね。けど僕は普通にもう、なんだっけ、AirPods だっけ、AirPods Pro みたいなの使ってるんで、これは多分使わないでしょう。またこの収納の仕方がしゃれてんな、これまたな。なんだこれ、ちょすごい しまいにくいな。いや、ちょっとこれ置いとこう。で、もちろんこのライトニングの充電ケーブルもついておりまして、まあ、こんな感じですね。イヤホン、充電器、充電ケーブルで、そして本体という感じでございます。で、この中にあのなんか SIM を抜き取る、お、Apple のステッカーでございます。SIM を抜き取る、これだ。これな、これなんつうんだろうね。このなんかなんか手芸でさ、この針の穴を通すと、なんかこの三角の四角か、なんかあれあるじゃないですか、なんか謎の、なんかこうね、あの古代ローマみたいな感じのなんか絵が描いてるやつ、なんかあんなテイストがちょっとしますよね。で、 iPhone のなんかこの説明書みたいなのがあって、ようこそ iPhone へ、サイドボタンを長押しするとなんか電源が入りますみたいな感じのクイックスタートガイドが、入っております。しかしまあこれはすでに iPhone を使ったことがある人には特に必要ない情報でしょう。これでパスコード入力。お、タッチ ID の設定画面ですね。ちょっとタッチ ID 後で設定しましょう。しなくてもよろしいですか？使用しない。後で設定します。データを転送。あ、待って待って待って、なんかおっしゃった。なんかおっしゃった。やべ。アップライディの設定中。ちょ、なんかおっしゃった。iPhone ってこれあるよね。この、なんかこう、ボケっとしたらなんか触っちゃって、あれなんだろうなんだろうみたいな感じの。なんかアップライディを設定してくれてるみたいです。いや、これ後ろガラスはどうなんだろうな。後ろガラスどうなんですかね、これね。まあ美しいけどさ、美しいけどさ、なんか耐久性よって感じがしますよね。耐久性大丈夫なのかなみたいな。なんか別にいいっちゃいいんだけど、なんかこの壊れないのをちょっとやってほしいですよね。Apple ID のパスワードを入力してください。パスワード入力で、サインイン。僕のなんか使ってるこの Apple ID、その Apple ID に使ってるメールアドレス、その Yahoo COJP なんですけども、これ多分ね、2000って入ってるからね、これ2000年から使ってる ID なんですよね。もう20年経ったのかって感じだよな。すごいよな、20年。僕が16歳の時に Apple ID 作ってるんですよね、これね。すごいよね。iPad をロック解除するパスコード、iPad なんですね。iPhone ではなく iPad、 僕の iPad を解除するときのパスコードを入力。iPad なんですね。 iPad のパスコードを入力、入力しました。で、こっちの設定を完了、新しいアプリの設定を完了、情報が転送されている間、この iPhone、 新しい iPhone 尺に置いておいてください。これはなんかずっとクルクルしてますね。まあ、いっか。設定を終了しません。アプリとデータの復元、スマホ 5S は前回2020年5月24日、ついさっきですね、にバックアップされました。新しい iPhone 最新のアプリデータ、今すぐバックアップしますか？どういうことだ？他のバックアップ選択。ちょっとパソコンの中にバックアップ取ったんで、これは、また別のところからバックアップを復元という形でしょう。Mac または PC から復元。で、Mac または iTunes がインストールされている PC に接続。接続しました。で、テンドルテンといったんで、これでこっちの iTunes を開けば、うまくいくと思うんですけれども、新しい iPhone 使用できません。使用するに iTunes のバージョン12で、こういうの来たよな。 iTunes のバージョンアップをしろと言われましたよ。 iTunes のダウンロード、はい。お店でこういう通信したくないんだよな。そのソフトのダウンロードとかバージョンアップとかさ、だってこれどっちみちこれ600メガとか800メガとかするんでしょこれ。あ、でも270メガだ。まあよしとしはしょ、一項目をインストール。なんかね、放送の時もね、僕ね、チラチラと文句言ってるんだけども、ここのお店ね、その固定回線がないんですよ、実は。
だからこうね、ポケット Wi-Fi 的なものを使ってるんだけども、3日間で10ギガを超えると、その以降なんか通信制限がかかるっていうね、そういうことがあるからね、できる限り通信したくないんだ。すごいよね。半端ないよね。こんだけ僕、ね、YouTube やったりとかさ、ツイキャスやったりとかしてさ、こんだけネット、バー満載みたいなね、生活をしてるくせに、お店では通信制限がね、常に隣り合わせっていうね、死活問題ですよね、マジでこれね。で、なんかこう、たまにさ、この OBS スタジオっていうこの放送するアプリを使ってるんだけども、たまにその日曜の夜ですとかを放送した後に、このアプリを消すのを忘れて、家帰った後もずっとこうね、パソコンがさ、その映像、もう黒ですよ。真っ黒の映像ですよ。何にも流れてない映像ですよ。もう真っ黒の映像をひたすらこう YouTube に流し続けて、翌朝来たら通信20ギガみたいな感じになって、アウトーみたいなのがあったりとかするんですよ。もうそういう時はね、もう僕のね、この不甲斐なさをね、ほんとね、もうすごく、なんつうんだ、恨むね、ほんまに、マジで。だからできる限りね、もう通信したくないんだけどね、これはまあしょうがないね。で、こうまたこうアップデートすると、なんか不具合とか起こったりとかするんですよ。僕はもうアップデート基本的にすげえ嫌いなんですわ、ほんまに。パスコードを入力。ててこんにちはって、ホームを押して開く。あ、そうですね、また転送するってことですね。まあ、とりあえずこれはパソコンのこの、インストールとかアップデートが終わらないことには始まらないと思うので、ちょっとほっときましょう。さっきもちょっと紹介しましたけどね、これがね、その今まで僕が使っていた、最新だった iPhone SE でございます。iPhone SE。こちらでございますよ。ピンクゴールドだから、このね、白が基調とされていて、このね、フロントパネルもね、本当はね、この白なはずなんですよ。で、フロントパネルが、なんだっけかな、割ったんじゃないんですよ。割ったんじゃないんだけど、なんかこう、調子悪くて、なんか反応しなくなったんだっけかな。なんかそんなのがあって、このフロントパネルを変えたんです。変更したんです。Amazon でそういうパーツ買ってるからさ、ペペッと Amazon で買って届いて、まあ自分でやったんですけれども、普通に色を間違えて、蓋をパッと開けたら、黒で間違えたつって。でもまあ、いっかと思って、そのままこの、ね、黒のパネルを取り付けたような感じです。で、これがなんかね、まあ使えなくもないんだけど、なんかちょっとでも水に濡れたりとかすると、すっごいもうめちゃめちゃ挙動がおかしくなるんですよ。なんかさ、普通にこうね、あの小雨とか霧雨とかさ、その中でさ、こうね、 iPhone 使ったりとかする時もあるじゃない。あとこの汗とかでさ、使う時もあるじゃない。ちょっと僕結構汗ばんだりとかさ、よく汗かいたりとかするからさ、こうジーンズのポケットの中に入れたりとかすると、ちょっとした汗がさ、この iPhone にこうね、うっすら、ついちゃって、でそんなうっすらついたやつでも全然こう反応しなかったりとかするんですよ。なんか普通にこうツイッターとかをさ、こう見ててさ、こうね、あのちょっとこの更新とかさ、ペーってやると、いやね、やるときあるじゃない、こうやってペーって。でこの時にこの下に引っ張ってるはずなんだけども、なんかね、僕の指はね、こうやってるはずなんだけども、 iPhone の挙動としてはブーみたいな感じになっちゃって、全然おいおいリロードしろよ、ブーって、なんかこんな感じの挙動するんですよ。僕はこうやってるだけなのに、こうやってるだけなんだけど、 iPhone の画面がザザ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 つって、これはダメだと。普通にこのね、アプリをプッと立ち上げて、普通にこう僕は電話をしたいだけなんだけれども、なんかズワーッなっちゃって、電話かかってきてもそれを取ることもできないみたいな感じで、でも拒否することしかできないみたいな感じになっちゃって、これはいかんと思って、新しい iPhone 買おうと思ったんだけれども、心の中ではまた新しい iPhone S、5S の中古を買おうと思ったんだけども、まあさすがにもう買ってもいいかなと。今回この SE がね、これのサイズだったらね、まあもう即決だったんだけどね。即決だったんだけどね。まあちょっと悩んだ挙句買ったって感じでございますよ。今日が24日なんだけれども、23日、昨日届き、あ、じゃあ嘘だ。今日の朝届きました。大体ね、10日ぐらい待ったかな。13日に注文して、23日に発送しましたって来たんで、ヨドバシカメラ、ネットのやつですね。ネットのやつで10日間ぐらい待ったら、来たような感じでございます。で、128GB なんで、5万何本だったんですけれども、で僕ね、そのヨドバシカメラのポイントがめちゃくちゃあったんで、そのポイントを もう全力で使って1万円ちょっととかで買ったような感じでございます。ポイントカードってすごいね。なんかゴールドポイントみたいな、ヨドバシカメラのすごいね。なんかこのさ、α7 II とこのサイズのこの 55mm のレンズ、これ買った時になんか27万かな、28万だか、そのぐらいしてるんですよ。でそのポイントがね、もう単純にその2万6000円とか、もうバッチリついたのと、あと細々した、ポイントがですね、まあ3万8000円分ぐらい、3万8000ポイントぐらいあったんで、全力でこっちにぶっと突き込んで、買ったような感じでございます。お、ソフトウェアのインストール完了するには、コンピューターの再起動が必要です。なんだって？
なんだって再起動しなきゃいけんの？ちょっと待って、それは話が違うよ。いや、再起動しなくてもいけるわ。新しい iPhone へようこそ。この iPhone 新しい iPhone として設定しますか、または前回のバックアップから全ての情報を復元しますか。復元します。このバックアップ、スマホ 5S、これですね。続けるとやればコンピューターに接続済み、規約を同意します。で、続けるとするとこれで復元されるはずなんですけども、 iPhone のバックアップのロックを解除するパスワードを入力します。え、え、 iPhone のバックアップのロックを解除するパスワードを入力します。え、俺そんなん設定したことないよ。なんだろう、あ、今なんだろう、適当に打てばいいのかな。今私は設定をしたってことなのかな。これバックアップのパスワードは正しくないとスマホの復元できませんでした。え、ちょっと待って、意味わからん。え、で俺そんなパスワード知らんよ。あ、でも今のパスワードで合ってるっぽいな。なんかパスワードは大事っちゃ大事だけども、なんかこう、なんかたまに面倒くさい時あるよね。今のパスワードで合ってるっぽいな。なんでちょっくら iPhone をつなぎ直して、 iPhone SEiPhone を復元、復元とアップデート。ちょっと待って、しまってしまって、同意し、しまって、同意しない、同意しない。これか、バックアップを復元だ。iTunes のバックアップを復元。で、スマホ 5S のこの復元。で、このパスワードを。多分これで合っている、パスワードは。iPhone バックアップから復元中。残り時間を計算中。お、復元の実行中となりました。割といい感じでございます。いやー、すごいな。新しく使うだけでも時間かかっちゃうねっていうね。またこうサクッとね、できればいいんだけどな。サクッとできればいいんだけどな。なんかいろいろこう、つっかかるよね、こういうのってね、一回どっかで。で、この早く使いたいのに、うー、ワクワクを返してくれ、うーみたいな感じになったりとかするし、まあまあまあ、しょうがない、しょうがない。まあ一応、バックアップとかね、そのセキュリティとか大事ですからね、全然関係ない人に自分のバックアップデータとか取られてね、その復元されたら大変ですからね。まあ一応、パスコードとかがあるからね、そんなことはないとはない、ないっちゃないんだけども、まあ万が一があるとね、もうすごいプライベートもダダ漏れですからね、本当もう。ダダ漏れしちゃいますからね、流出しちゃいますからね、個人情報がね。よろしくない、よろしくない。で、こちらの、この、SIM 抜き取り専用マッシンを、こちらにブズッと置きまして、ここから SIM を取り出すと、ソフトバンク、LINE モバイルの格安 SIM を使ってるんですけども、皆様は、どこのキャリアを使っていらっしゃいますでしょうか。格安 SIM ってすごいよね。めちゃくちゃ安いぜ、マジで。なんかね、ソフトバンクとか、まあそのね、au とか、まあその三大キャリア、別に悪いとは言わないけども、格安 SIM を使ってなんでもっと早く使わなかったんだろうっていうふうに僕はね、めちゃめちゃ後悔しました。最初 DMM モバイルを使ってたんだけども、なんかね、DMM モバイルね、なんでか分かんないけどね、LINE、あとね、あれだ、ツイッターがね、めちゃくちゃ遅いんです。なんかいない？そういう人。同士の方いない？なんかツイッターめっちゃ遅くない？なんかすごい、このリロードしようとしても、くる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 つって、なんか全然読み込まないみたいな、ないっすか？ちょっと、いません？一緒にその DMM モバイルを使って、なんかツイッター押さないよと思ってる人、いませんか？なんかそんな感じでね、なんかツイッターがね、めちゃくちゃ遅いんですよ。で、なんだっけかな、まあ、イノケンがそのうちの店でそのギターセミナーやるよみたいな、なんかそんなことがあったんです。で、それでこうツイッターでさ、イノケンがさ、なんかこうね、そのレッスン その受講をする人を募集してますみたいなツイートをしていて、で、僕がさ、それを見て、ね、イノケンがうちの店でなんかやるみたいだから、よかったら申し込んでねみたいな感じで、この引用リツイートをしたんですよ。
そしたら猪犬から連絡が来て、あ、竹田さんなんかリツイートありがとうございますって、でも実はそのレッスン枠全部埋まっちゃったんで、もしかしたらね、その問い合わせ来てもその、ね、受けられない可能性があるから、ちょっと申し訳ないんですけど、そのツイート消してもらえませんかみたいな感じのことを猪犬が言ってきて、あ、ごめんごめん、オッケー、分かった分かったみたいな感じで、このツイートを消そうと思ったんだけども、ツイートを消すまでに1時間ぐらいかかったんですよ。全然読み込まなくて。ずっとぐるぐるって言って、もう で一回そのツイッターアプリをその、ね、飛ばしてまた立ち上げ直しても全然ぐるぐるだし、もう iPhone 消し直してやってもずっとぐるぐるだし、俺はツイートの消しちゃいなきゃなんよ、俺自分のツイートを消しちゃいなきゃ、なぜこれができないんだみたいな感じで、すっごいイラッとしたのを覚えてますみたいな感じでございますよ。もしそのね、DMM モバイルを使っている方で共感する方いらっしゃいましたら、共感してくれる方いらっしゃいましたら、ぜひあのコメントしていただければ幸いでございます。でそこからちょっともうこれはダメだっつって号を煮やして、DMM モバイルをやめて、今その LINE にしてるんですけども、 LINE モバイルにしてるんですけども、まあ LINE モバイルは快適ですよ、ほんまに。あの年齢認証ができるのもやっぱすごいでかいですね。今僕その Java 会っていうそのオープンチャットのコミュニティを使ってるんですけども、その年齢認証ができないとそのオープンチャットとかも参加できなかったりとか、あといろいろこのキャリア決済とかもさ、いろいろ制限があったりとかするじゃないですか。だからまあこの au ドコモソフトバンクの3大キャリアを使うことのメリットの一つにその年齢認証があると思うんですけども、これがね、あの格安 SIM の中で唯一 LINE モバイルができるっていうのはね、僕がね結構これはね大きいと思うんだ。そんな感じの最近の私の携帯電話事情でございました。不景の事故中しばらく続きそうだな。でこっちの iPhone SE の方なんかね、よく見るとね分かるんだけどね、ちょっと待って、なんかねすごいこのね画面がね、なんかこのちょっとあれやけど、ちょっと画面変えた方がいいな。なんか真っ白な画面ないかな、真っ白な画面、これまずいな、この画面まずいな、YouTube のトップ画面とかにしよう。なんかねこのねうっすらね、ここにその白いラインみたいなのが分かります、このうっすら白いライン、これ別にそのね画面じゃなくてね、あそのねそういうこの画像じゃなくてね、なんかここに、ね、白い何かがいるんですよ。ここにもねなんかうっすらに何かがいるんだ、うっすらと、この謎のねラインがね最近出てきたのと、あとここにもねそのね亀裂みたいな、液晶割れみたいなラインがあるんですよ。これがね最近ちょっと気になるというか、というか、そんな感じのあれでございます。でこういうのがいろいろあって、まあ変えるかってなったんですけども、そんな感じでございます。バックアップ復元中、あと11分かかるそうなんでちょっと一回切りましょう。お、これで同期が終わったのかな、いけるかな、で同期が終わったみたいです。またこんにちはの画面になりました。でこれパスコード入力とあるんで、パスコードペペッと入力して復元しました。やったー、できたよ、復元したよ、できたよ、私たちは手に入れました、復元されたデータ。 アプリおよびデータは引き続きバックグラウンドでダウンロードされますとのことなんですけれども、ちょっと待って、あのお店の Wi-Fi を使うとね困るんだ、お店の Wi-Fi を使わないでほしいんだ、バックグラウンドでダウンロードしないでほしいんだ、しないでほしいんだ。 Apple ID を入力、入力します。 iCloud 設定アップデート中、とりあえずちょっと Wi-Fi を使わないでくれ、今なこっちの、ね、情報多分ね引き継いだからその、ね、Wi-Fi 今はちゃんと繋がってるんですけど、 Wi-Fi を、ね、ちょっと使わないでくれ、 Wi-Fi を使わないでくれ、大丈夫かな、大丈夫かな、 Wi-Fi のデータは大丈夫かしら。ちょっとこのパソコンの方からそのデータの転送の状況を見れるんだけども、 iPhone 受信済み、なんか1ギガ通信してるぞ、なんか1ギガの通信してるぞ、なんか今日の誰だ、1ギガ通信したやつは、もしかして、あーこいつじゃねえか、もしかして位置情報サービス、オンで大丈夫です、オン、この人じゃないかな、大丈夫かな、 1.6 ギガ受信してる今日、そんな受信者ダメだよ、 1.65 ギガ、Apple Pay、ウォレットはまあ後でいいや、後でセットアップ、モバイルスイカとかね使わなかったからね、オーディオ録音を共有、お使いの、まあ、いいよ共有してやろう。トゥルートーンディスプレイ、なんだこれ、異なる環境でも色が一貫して表示されるように、環境光の、状況に応じて iPhone が自動的に調節されます。へえ、こんなあるんですね、こんなあるんだ、面白い。後で変更できます、続ける、外観モード、
ライト、ようこそ iPhone へ、さあ始めよう。ペペン。お、わーっと出てきました。ちょっと待って、通信は切ってくれ、アプリはダウンロードしなくていいぜ。まあこんな感じで無事に iPhone、移行が完了でございます。素晴らしい。ちょっくらやっぱ一番気になるのはこのカメラとかの機能ですよね。お、なんかカメラ立ち上げたらなんか来たよ。新規クイックタイムビデオ、シャッターをタップしたままにするとビデオを素早く撮影できます。バースト撮影するにはシャッターを左にドラッグします。なるほど、なるほど。このままペット長押しをするとそのまま動画に移行をしました。あ、そういうことか。この押している間だけこの録画ができるっていう感じなんですね。押している間だけで離すとペコンと完了する。で普通今まで通り、ビデオを、こちらタップすればその動画撮影ができるという感じでございます。すごいね、この新しい、半端ねえな。ちょっとビデオ撮ってみましょうか。レッツスタート、録画ポン。これがそのニュー iPhone SE からの映像でございます。すごいな、これなんか画面が綺麗なのかな、カメラが綺麗なのかな、わかんないけどなんかすごいね、めっちゃなんか綺麗な気がする。半端ねえな。どうでしょうこの映像、この映像どうでしょう的な感じで、こいつですよこいつですよ、もうなんか 1.65 ギガなんか通信してんすよ、これ困っちゃうな、ほんまにそのやめてほしいな。であれが α7、 拡大 α6000、 縮小、そんな感じでございます。ウーロン茶、私の iPhone SE 古い方という感じでございます。やったね、 iPhone SE からの映像でございます。すごいな、これなんか画面が綺麗なのかな、なんかすげえ音がいい気がする。なんかすごいね、めっちゃなんか低音はすげえはっきり出てる気がする。なんか音がすげえいい気がするぞこれは。あ、すごい、なんかアプリをめちゃくちゃダウンロードしまくってるけど、これ大丈夫かしら、これなんか普通に通信制限になるんじゃないかしら、私ちょっとこれはちょっと一回そのモバイルでデータ、機内モードにしよう、機内モードにしてちょっと一回通信を遮断しよう。これ普通に通信放っとくとこっちの iPhone の方もね、 LINE モバイルの通信制限にかかる的ななんかそういうのがあるような気がする。ちょっとこれは気をつけろ。お、写真の新機能、あなたの写真をインテリジェントに表示、すべての写真を自在に拡大縮小、写真とビデオの強力な編集機能、その編集機能とかあるんだ。新しいツールを使用して写真やビデオの微調整、フィルターの追加、切り取り、回転を行うことができます。まあ、これは iOS の新しい機能だからね、これ iPhone がうんたらかんたらではなくってことだと思うんですけど、こんなのもあるんだな、すげえな。昨日の私のかっこいいビデオ、回転、あーあー、でもこれも十分綺麗だな。この動画ってこの SE 撮ってるんですけども、なんか画面の綺麗さな気もします。でもまあよーく見るとでもこのやっぱ荒いね、まあそらそうか。4年5年ぐらいの差があるんですよね、そらそうか。でもこれもこれで結構悪くないって感じですね。すげえな。単純にこのディスプレイが綺麗って話かもしれないです。へえ、まあこんな感じで iPhone SE、ゲットしましたよ。こんな感じでございます。まあちょっとね、これからなんか YouTube 生放送とかするときはこれを使ってやってみたりとかね、いろいろこうしてみようと思うんですけれども、とりあえず私は、SE から SE に、レベルアップしました。わーなんていう感じの、100% 雑談動画でございました。いかがだったでしょうか。まあ皆さんね、その使ってる iPhone いろいろあると思うんですけれども、もし同じ iPhone SE 使ってる方いらっしゃいましたら、おそろおそろみたいな感じでコメントしていただけますと幸いでございます。なんか面白いことがあったらまた続きで動画作ろうと思いますので、楽しみにしていただければよろしいかと思います。よろしくお願いいたします。そんな感じで、単なる雑談動画でございましたけども、ここらで終わりにさせていただこうと思います。長々とお付き合いいただきましてありがとうございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。グッバイ。